スベア123ストーブスベア123は液体燃料を使用する小型のスウェーデン製加圧式ポータブルストーブである。この設計の起源は19世紀末まで遡ることができる。CR ニベリドク諸島工場スベアストーブは最初 CR ニベリドク諸島工場で生産され、この工場ではブロートーチやその他の機械や器具類も製造していた。 カール・ニーベリにより設立された、この工場は後に、スウェーデンのスンドビベリで最大の産業の一つとなった。1922年にこの事業は、ニーベリの初期の協力者であるマックス・ジーベルトに、買収され、ジーベルト独書等工場と改称された。1955年に発売された、スベア123は、最初の携帯型トレッキング用、ホワイトガソリンストーブであり、 今までで最も人気のあるキャンプ用ストーブの一つとされている。このストーブの特徴ある方向音は離陸時のジェットエンジンに例えられる。1969年にスベアブランドはスウェーデンの別のポータブルストーブ製造会社であるオプティマス社に買い取られ、同社はその後40年間にわたりスベア123の生産を続け、現在も生産している。 その簡単な構造と極悪な環境下でさえも頼りがいのある性能により、スベア123は多くの愛好家を生んでいる。スベアのようなキャンプ用ポータブルストーブは、1950年代と1960年代のバックパッキングの環境影響の認識への高まり、特に東波困難な地域に対するものと、1970年代と1980年代の リーブノートレース文化の木工と時を同じくして普及してきた。同時に繁忙なキャンプ地での燃料材の枯渇と規制による要求も荒野での調理における焚き火の代替手段としての必要性に拍車をかけた。結局、重量面で滑アよりも軽量なストーブや幅広い種類の燃料が使用できる構造のストーブが ほぼ50年間生産が続けられてきた最も人気の高いバックパッカー用ストーブの一つのスベアを追い落とした。しかし、頑丈で信頼性の高いスベア123、長年の愛好家からはしばしば、大爆仕様と呼ばれるは、未だに高い人気を保ち幅広く使用されている。無垢の新中製のスベア123は、 重量約 500g、大きさ 100mm、X130mm、燃料満載状態で1時間以上の燃焼時間を持つ。後のモデルでは、バーナージェットの、つまりを防ぐために、ススや燃えかすを外部にかき出す清掃棒が作り付けられている。初期の G ベルトモデルには、作り付けの清掃棒が付いておらず、手でススを内側に押し落とすことで、バーナージェットの清掃をする。 小さなワイヤーピックが付属していた。この古いモデルは、下向きのスピンドルと調節用のキーが付いた制御バルブで見分けることができる。清掃棒付けのスベア 123R のスピンドルは、ステムに対して直角に突き出している。旧型と新型のその他の違いには、古いモデルの蒸発機が滑らかな形状をしている。一方で、 新しいモデルのスベア123と 123R ではこれに羽根が切られ、台座との接続部が強化されていた点であった。注油口の蓋の圧力抜きバルブも信頼性と、開放後のバルブ再閉鎖の改善のために何度か変更された。新中製の風防は、ストーブ本体に直接取り付けられ、収納時には内側に畳まれる鍋用課題が作り付けられている。 取り外し式の取っ手がついたアルミニウム製の蓋が付属しており、これは小さな調理用鍋としても使用できる。スベア123の構成ストーブに着火するためには、最初に蒸発機器部の燃料タンク上わつらにある、プライマーパンまたは受け皿に注いだ、少量の燃料に着火して、燃料タンクを予熱し加圧する必要がある。別の方法としては制御バルブを開いて、 燃料タンクからプライマーパンへ直接燃料を注ぎ込み燃料タンクを手で覆って温める方法がある。これは燃料タンク内の圧力を高め少量の燃料をバーナージェットの外側とプライマーパンの中に滲み出させるためである。その後主燃料に着火する前に制御バルブは閉じなければならない。注油口の蓋にオプションで取り付けられるポンプでも 燃料タンクを加圧することができるが、一般的に極寒の状況以外では、必要ない。燃料は、タンク内の木綿製の通し身により蒸発機の基部まで、導かれ、バーナーの炎による熱と圧力で燃料を、蒸発機内で蒸発させる。バーナーの炎が消えかかった場合は調節キーを回して、制御バルブを開くことで蒸気化した燃料を、バーナージェットを通して吐き出させると、 そこで酸素と混ざり合って、青い炎となり燃焼する。蒸気化した燃料の流れを調整することで、バーナージェットを通る、炎の大きさと放出する熱量を制御している。制御バルブは蒸発器の筐体を貫通しており、開かれると、蛇口のように開き、蒸気化した燃料が、バーナージェットを通して突出する。スピンドルを閉じると、燃料の供給が止まる。 バーナー長部の小さな円盤は炎を外側に広げている。バーナー内で生成された熱と蒸発機が燃料タンク内の圧力を保っている。スベア123のバーナーの構造はほとんどのガソリンストーブと同様に、スベア123は長部にフレームスプレッダーを備える逆釣り金型のバーナーを使用している。蒸気化した燃料が粉流となって髪型に吐き出し、 フレームスプレッダーの底部を直撃すると、そこで対流により、バーナー筐体内部に引き込まれた空気と混ざり合う。空気、燃料の混合物は、フレームスプレッダーの仮面あたりに流れ込み、そこで青い炎となって燃焼する。この形式のバーナーの構造では、燃焼効率は蒸気化した燃料がいかに高速で、フレームスプレッダーの底部に吐き出されるかということと、 フレームスプレッダーの仮面でいかにうまい具合に空気と蒸気化した燃料が混合するかにかかっている。その結果この構造のストーブでは燃料の突出率が高い時に最も効率が良く青い炎の色により燃焼効率を確認できる。燃料と質量が減少すると吐き出される燃料の噴出速度も減少し同様に燃料の混合が減少する。 燃料の突出量が非常に低い場合は燃料がフレームスプレッダーの底部を直撃するほど十分な速度を持っていないため結果的に燃焼効率が非常に悪化する。これは炎の色が黄色になることで確認できる。スベア 123R に作り付けられている清掃棒は互いに向き合った2つの小さな歯車を備えておりストーブを使用するとこれが バーナージェットを内側と外側の双方から清掃する。スピンドルを回すと、この清掃棒が上下方向へ動く。スピンドルを完全に開くと清掃棒がバーナージェットの開口部を清掃し、スピンドルを閉じると清掃棒がバーナー筐体内部に引き込まれる。このようにしてバーナージェットにこびりついたススが書き落とされる。スベア123は、真鍮製で、 可動部品が一つしかない制御バルブために、信頼性は十分に確立されており、最低限の手入れだけで長期にわたる国示に耐えることができる。123R の使用で、清掃棒の操作上の問題を報告する使用者もおり、これらは初期の G ベルトモデルと同様に弱火の状態を長時間保つことができないというものかもしれないが、 アパラチアントレールでの長期間にわたるスベアの野外使用の報告でトレールの最中に使用したストーブの中でもこれが最も不具合の発生が低かったことが示されている。マウンテンセーフティリサーチ社製、ウィンドプロポータブルストーブ、熱反射板、風防一般的ではあるが推奨されないいくつかの行為がスベアの性能と信頼性を損なうことがある。例えば、 作り付けの風防以外の風防や、多い性のフレキシブルアルミホイルの風防のようなものは、ストーブの加熱や燃料タンクの加圧状態を引き起こす可能性があるためストーブの周囲に密着して囲わないように注意を要する。これは逆に燃料給油口外の圧力解放バルブを開かせることとなり、加圧状態となった蒸気化した燃料が噴出して引火すると危険な。 火柱や巨大な火球となる。加えて、スベアでは、自動車用無塩ガソリンを燃料として使用することも、できるが、推奨されているのは、ナフサとコールマン燃料のみである。コールマン燃料には、防錆微材が含まれ、キャンプ用ストーブの使用に適するように調合されている。一方で、自動車用燃料には燃焼するときに蒸気化する。 添加剤が含まれ燃焼後には不具合を引き起こす粘性残留物を生成する。燃料タンク内の木綿製の透し身が燃えたり、炭化するためこのストーブで空抱きもするべきではない。透し身が損傷することで燃料を蒸発機へ吸い上げることができなくなる。スベア123はいくつかの構造上の特徴をその他のポータブルストーブと共有している。 プリムス71リットルストーブ1930年代にジーベルト独書等工場はキャンプス3型ストーブを生産していた。後の生産品であるスベアとよく似た。このストーブは風防と調理用鍋にもなるアルミニウム製の蓋が組み込まれた自己加圧式ストーブであったが、スベアに比べると多少細長い形状をしていた。その小さなサイズからキャンプス三型は ハイカー、サイクリスト、旅行者全般にとっての恩恵と宣伝された。1930年代には、オプティマス社も6型ストーブを発売し、これは、大きさ、重量、容量、操作性と構造の面で、スベア123とほぼ同じものであった。オプティマス社は1940年代に6型ストーブを廃止し、1969年にスベアシリーズを、 買い取るまで、類似形式のストーブの生産は行わなかった。ユベル33と34は、滑跡似たような、大きさ、構造、操作性を持つ、第二次世界大戦時のナチスドイツの軍用ストーブで、あり、アラアラ37はもう一つの類似のストーブである。同様に、チェコスロバキア製の名馬タイプ2140と、ソビエト連邦製のマイナス2がある。 パッククックストーブスウェーデン製のプリムス71は大きな燃料タンクを備えており、スベアよりも幾分背が高く重いが、スベアの作り付けの風防の代わりに、本体自体が板金製の運搬ケースに入っており、これを開くとケースが風防と鍋の課題となる。プリムス71の使用燃料と操作方法は、スベアと同一である。 プリムス70も類似の製品であったが、板金製ケースの代わりに、円筒形のアルミニウム製コンテナに入っている。1920年代から、あるもう一つ別のスウェーデン製ストーブのラディウス42は、プリムス71よりも、幾分小さいが、全体的な構造は同じである。ファイアイコールライトや、トラベラー77、スタンスポート製のパッククック235といった。 商品は、スベア123のコピー商品である。ありがとうございます。